こんにちは、センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL 通信の、第24回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、実はあれですね、シャープ7とシャープ8撮りましてね、IL 通信のまあ、一般向けのというか、この連載じゃなくて一般向けの、解説をしました。で、そこで、マイクロビットですね。マイクロビットで、実際動かしました。それから、アルドゥイーノで動かして、動きましたみたいな、足し算ですけどね。単なる足し算で。まあ、ただ、分岐が、含まれているコードですね。この、ここで言うと、アットさんですね。このコード。このコードに対応するその C のコードを実際、マイクロビットなんで ARM 系の環境と、それから、Arduino なんで AVR ですね、の環境でそのままコンパイルできてですね、で実行してみたらちゃんと動いたと。詳しくはシャープ8の方を見てください。いいっていう、すごい単純なデモですけども、まあ、とりあえず動いた、みたいな感じで、いい感じになってます。で、この後ですね、この間からプリミティブタイプの、なんか言われてますね。それでも、ここいいですね。オープンリセントで、にあったかな、この辺かな。あ、そうそう、これ第6回でやってたやつですけど、ですね、これいけました。それから引数のサポートもいけました。分岐もまあ if elseできましたね。ホワイルとフォーを確認してないけど、まあ大丈夫でしょうみたいな。大丈夫っていうのは、BR 命令全部サポートしてないんで、少なくとも実装した BR 命令が来れば大丈夫だろうという意味ですね。で、まあ、あれですね、他の BR 命令サポートするのは多分そんな大変な話ではない。BR コンバーターを実装するだけだと思うんで、そこにはあまりリスクはないかなと思っていますので、全部まではやらず別の方に行こうと。で、8/16bit 整数 OK。それから、なんか変なことになりました。まあいいや。それから、ブール E ですね。で、フロートとダブルが、まあ、残ってますね。どうしようかな。まあ、やってもいいんですけど、まあ、泥臭いことを、多分 32bit、int32 と int64 でやってるのとほぼ同じような感じで、泥臭いコードを追加するみたいな感じで、そこも、なんかそんな、改めて言うほどのリスクはないんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。で、それやればやるほど、テスト追加しなきゃいけないんですよね。で、なんかテストコードって今コピペになってるじゃないですか。で、前回もに話ちょっとしましたけど、コピペコード増えてくると管理が大変なんで、直すときにね、直すときの影響を考えると大変なんで、あんまり増やしたくないけど、まあ今も、抜本的にテストコードに手を入れるっていうのも踏み切りたくないと。なぜかというと、IL コンバーターとか、デコードコンテキストだとか、あのあたりに万が一構造を大幅に直さなきゃいけないっていうことが起きたときに、テストも全部全滅してしまうんで、でその時にテストコードがたくさんあればあるほど痛いことになるので、なんか、それはなんかちょっと避けたい。っていうようなことがあり、どっちへ倒そうかみたいなことをずっと、まあ、悩みの種の一つだったんですよね。で、まあ、っていうのとですね、まあなんかこう、プリミティブタイプをちまちまやってても面白くないじゃないですか。なんで、まあ、ここらで一つガツンとこう避け続けてきたものの何かに着手しようかな、みたいにちょっと思うわけですよ。で、やり玉にあげれるのが、
と、まあこうですね、配列とかですね、それから、あ、間違えましたね。ごめんなさい。色が変わってしまいました。青で、配列の方、それから、まあこの辺りですね、キャラ型とかストリングだとか、まあ言ってみればあれですよね、参照型、まあまあ書いてもしょうがないかもしれないですけど、字ちっちゃいな、字ちっちゃいですよ、タイプスのサポートで、バリュータイプのサポートとかあるわけですよね。で、レフタイプをサポートしようと思うと、そうすると参照ハンドルとか、GC どうすんのとかいう問題が出てくるんですよね。で、まあプラスその特に特殊と思われるこのストリングですね。ストリングの扱いは特殊になると思うんですが、レフタイプの一種であるので、そのあたりの兼ね合いをどうするんだとか、C 言語に落ちたときですね。いうようなややこしい問題を考えなきゃいけない。で、もう一つのそのバリュータイプの方は、なんていうんですか、レフタイプと一緒で、そのメンバーを持つという点では一緒ですよね。例えば、メンバーメソッドとか、メンバーフィールドとかですね。まあ、プロパティとかもありますけど、まあ、あと、強いて言うなら、コンストラクターですかね。そのあたりを持つっていうのは一緒なので、まあ、なんかバリュータイプスをやってですね、とりあえず、目下、参照ハンドルと、それから GC について考えるのは、ちょっと横に置いておくと。まあ、それだけでもすごいボリュームがあると思うので、なので、それを考えなくても済むバリュータイプを先にやって、メンバーのサポートですね、をどうやってやったらいいのかっていうのを先に考えた方が、なんか、こう、ステップを追って段階的に進めれるからいいんじゃないかなっていう気がします。ので、バリュータイプの方にそろそろ行ってみましょうかね。これができると、なんかプログラムっぽくなるような気がするんですよ。まあ、分岐のサポートでもね、だいぶいい感じになったかなと思うんですけど、バリュータイプを実装すれば、なんかオレオレ構造体というか、オレオレクラスを、クラスの代わりにオレオレ構造体を定義して、で、もうちょっと柔軟なコードが書けるようになるっていうこともあるので、まあ、これをサポートするっていうのは大きいかなと思います。クリアしなければならない問題が、そのさっき言った、メンバーですね。メンバーをどう定義できるようにするか、それから、メンバーメソッドですね。今までメソッドの呼び出しっていうのは、自分が定義したものは呼び出されるけど、他のメソッドを呼び出すということは、今のところ着手してないです。で、IL としては、コール命令みたいなのがあるので、それを使って呼び出すコードが吐かれているはずなので、まあ、そいつに対応する必要がありますよね。で、じゃあ、一体それはどこにそのメソッドが存在するのかとか、そういうようなことを考える必要がありますよね。まあ、これね、まあ、実際なんか C シャープで、まず、構造体を含む、なんか、型を実際に定義してみて、で、そいつを呼び出すようなコードを書いて、で、IL としてどういう風になるのかっていうのをまず眺めるというようなところから始めましょうかね。はい。ということで、まあ、今回はそのあたりを眺めるぐらいかもしれないですけども、続けていきます。はい。で、今これ見てるやつはね、テスト用の出力用のライブラリなんで、まあなんかちょっと、本当はなんかこれユニットテストで、こいつらを使うような感じにできれば一番ベストなんですけど、ちょっと一旦閉じて、
でまた再びずっとやってきたあのテスト用のライブラリですね、あのこちらの方に戻って引き続きやっていこうと思います。で、このコンバータテストのまあなんか新たにちょっとリージョン切っておきますか。ストラ、まあ、バリュータイプス、まあこんな感じにしておきますかね。で、まあテストメソッドを、メソッドテストいいですね、はい、こいつは何をするかというと、指定された構造体の中に定義されているスタティックなメソッドを呼び出すようなコードに対するテストですね。ちょっとややこしいですけど、ストラクト、バリュー、コールスタティックメソッドテストタイプ、まあちょっとひね、相変わらずひねりはないですけど、こんな感じにしておきますか。そして、ここの中に、スタティック、まあ、いつも通り、テストとか。で、イントの A とイントの B みたいな、せっかくなんで型を変えておきましょうか。こんな感じ。で、リターン A 足す B みたいな、まあ、こんな感じの、コードを作っておいて、で、さらにですね、こいつを呼び出すコードを作っておく。パブリックスタティック、どうしようかな。まあ、そのまま、コールテストみたいな、まあ、こんなメソッドにしておいて、こうしといて、で、リターン、コールスタティックメソッドテスト。で、123と、いや、はい、1と2にしとくか。まあ、こんな感じ、のテストですね。メソッド名をこんな感じで指定しますよね。あ、というか、なんでエラー出てるかな。あ、テストタイプでした。すいません。こうですね。はい。で、テストコードはどうするかというと、このメソッドを、処理させるようにしますか。そうすると、単に、あれですね、バリュータイプの、このテストを呼び出すコードが生成されるはず、ここはきっと、なんか、コール、インストラクション、で、実現されるような気がしますね。まあ、それを確認してみましょう。IL スパイで。で、テストコード自体は、まあ、今までのと同じような流れなので、まあ、ここを例によってコピペで持ってきます。こういう感じ。で、まあ、ここは、もう、初めから削っておきますね。こうと。で、ここにブレックかけといて、で、確認すると。で、メソッド名変えとかないといけないですね。こんな感じで。はい。いいかな。こんな感じですね。じゃあ、これを実行してみたいと思います。予想では、この呼び出しのコール名を、コール名に対応するコンバーターが実装されていないので、例外が出るような気がしますね。あ、出ましたね。インバリッドプログラムシーケンスエクセプション、インバリッドコードですね。はい。では、この、今出たやつを、テストコードコンパイルされてるんで、ILSpy で中身を眺めてみましょう。
とちょっといらないの削ります。どれかな、コールテストメソッドですよね。違いますよ。これいらない。これかな。そうですね。コールテストメソッドの方ですね。コールスタティックメソッドテストタイプのテストの方ではなくて、それを呼び出すこっちですね。このコールテストメソッドの実装の方です。はい。なので、これであって。で、ちょっと、はみ出てるので、伸ばしてみてみると、こんな感じですね。やっぱりコール命令がありますね。で、これは、コール先のメソッドを呼び出しているオペランドの情報ですね。これが実際どう格納されているのかっていうのは後でまあちょっと考えるとして、手前では LDCION1 とは LDCION2 が実行されてますね。これは、対応するコードとしては、これなんで、この行なので、引数の1と2ですね。これが、このコールの手前で、LDC で、スタックにプッシュされてると。つまり、スタックに渡す値というのは、事前にスタック、じゃない、メソッドに渡す値ですね。メソッドに渡す値というのは、事前にここのスタックの、スタックをプッシュして、で、このコール命令で呼び出すだけでいいということですね。で、まあ分かりにくいんですけど、この引数が int32 と int16 なんですけど、例によってスタックの最低サイズ、最低のサイズは、int32 なので、int16 だったとしても int32 としてプッシュしておく必要がある。で、しかもプッシュされている値は、int16 の範囲に収まっているので、これで辻褄が合うということですね。なんか相変わらず説明しながら微妙だなっていう気はしてるんですけど、まあそういうもんだってしょうがないでしょう。そして、その後ですね、stlockしてるということは、スタックに積まれてる値をこのローカル変数の0のところに入れてるんですね。これ無名ですよね。少なくともローカル変数を使った記憶、定義した記憶はないんで、無名になっているので、これは例によって例のやつですね。stlock した後、brs で、次の行に飛び、ここからロードロックでまた値を取り出していたので、まあ、ここの流れは、いつも通りであるのと同時に、メソッドは戻り値を int32 で返しています。このテストメソッドは。これですね。ちょうど今上に出てますけど、パブリックスタティックイントテストなので、これつまり戻り値がスタックに積まれた状態で戻ってくる。コールを実行するとスタックに戻り値が積まれて戻ってくるので、そいつを stlock でそのままこのローカル変数のところに格納しているという流れですね。まあ、いつも通り、つまり、この産業は実は全然不要で、そのままコールした後、そのままリターンすれば、まあ、あること足りるんですけど、まあ、いつも通り出てますね。なんで、まあ、全体としては、結局、コールというのは、その引数、渡さなければいけないこの引数の値を事前にスタックにプッシュしておいて、で、呼び出す。で、結果は、戻り値は、ここに、プッシュされている。戻り値がプッシュされているので、その値を取り出せばいいと。まあ、そういう流れですね。うん。ということは、まず、大枠の流れは、@とかと一緒ですね。2つの値をポップで取り出して、そしてゴニョゴニョした後、スタックにプッシュするという流れなので、大枠の流れは後に似ている。そして最大の問題は、このオペランドをどうするか、どうなるかということですね。
じゃあちょっとコールのドキュメントを見てみましょう。ちょっと古いのに変えます。はい、で、形式が、28ですね、 28 そして T って書いてありますね。これ何なのかなみたいな感じですけど、コールメソッドデスクデスクリプションかな、デスクリプターかもしれないですけども、メソッドデスクによって記述されているメソッドを呼び出しますと。スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。メソッド引数の arg1 から argn までがスタックにプッシュされます。メソッド引数の arg1 から argn までがスタックからポップされます。つまり例によってこれは我々がやるコードですね。我々が、書かなきゃいけないコードですね。IL として、で、コール命令を実行すると何が起きるか、ここからですね。arg1 から argn までがスタックからポップされ、メソッド呼び出しはこれらの引数を使用して実行され、メソッド記述子によって参照されているメソッドに整備は転送されます。完了すると呼び出し先メソッドによって戻り値が生成され、呼び出し元へ送られます。そして戻り値がスタックにプッシュされます。メソッド記述子、このメソッドデスクってやつが、そうですね。で、詳細な説明が、コール命令は命令とともに渡されたメソッド記述子によって示されているメソッドを呼び出します。メソッド記述子はメタデータトークンです。このメタデータトークンは呼び出すメソッドとそのメソッドに渡されるためにスタックに配置された引数の数、型、順序及び使用される呼び出し規約を示します。分かったよと分かんないな。コール命令の直前にテール、テールコールプレフィックス命令を置くことによって制御を転送する前に現在のメソッド状態を解放するように指定できます。呼び出しによって元のメソッドより信頼性の高いメソッドに制御が転送される場合、スタックフレームは解放されません。この場合テールが提供されなかったかのように実行が継続されます。これはですね、テールコール、テールコールリカージョンという技術というか、そういうのがあって、末尾最適化というのがあるんですよ。それは再帰関数っていうのを聞いたことある方もいると思うんですけど、再帰関数を構成するときに、再帰関数って例えば無限に呼び出すとスタックオーバーフローとか起きるじゃないですか。ところが、その関数全体の構造が末尾最適化可能な状態に構成してあると、構造であると、そうすると、これをコールではなくて、実際コールってあれじゃないですか、なんていうんですか、呼び出し先に行った後、ここへ戻ってくるってやつですよね。呼び出し先の処理が終わると、自分のところに戻ってくるっていうんですけど、末尾最期最適化にくいなができると、このコールを単なるジャンプ命令に置き換えることができるんですよね。それが、これ分かりにくい、抽象的に書いてありますけど、制御を転送する前に現在のメソッドの状態を解放するように指定できます。まあ、ありくどい言い方ですけど、要するになんかコールは現在の状態を保存して、その呼び出し先を呼び出すんですね。だけどジャンプの場合ってそういうのなしに単にそこへジャンプするじゃないですか。なので、それっていうのは言い換えると、現在のメソッドの状態を一旦解放したかのように見えるわけですよ。何言ってるかわからないかもしれないですね。まあこの説明末尾最適化っていうのは C シャープでは実は使われてなくてですね、この命令。F シャープとかでは使われてるんですけど、で、もちろん F シャープで末尾末尾再帰可能な、末尾再帰構造を持った
あの関数を書いてやれば、そうすればあのこのテールコールを発行することによってコール命令がジャンプ命令に置き換わるようになると。なんでスタックオーバーフローが起きなくなるっていうことなんですよね。そのサポートのためにこの命令があるんですけど、まあ、あの C シャープではあの使われないっていうこともあり、あの私たちのこの IL2C では、まあ、いつこれやろうかなみたいな、まあ、随分後の方だよねみたいな感じであの考えてはいたんですけど、まあ、まさか説明ここの説明に出てくると思わなかったので、まあ、こういうそういうことです。なんで、まあ、今はこのことについては気にする必要はないですね。で、あとですねメタデータトークンには、呼び出しが静的メソッド、インスタンスメソッド、仮想メソッド、グローバル関数のいずれかであるかを確認できる情報があります。まあ、要するにリフレクションで確認できるよと言ってるんですね。どの場合もエンドポイントアドレスはメソッド記述子から判断されます。これに対してコールバート命令で仮想メソッドを呼び出す場合はエンドポイントアドレスはコールバートの前にプッシュされたインスタンス参照のランタイム型にも依存します。あーこれはですね、多分すぐあのコールバートって命令が今ここに書いてありますね。これの話は多分すぐ出てくると思うんですけど、今はあの今呼び出そうとしているメソッドってあのスタティックメソッドですよね。今呼び出そうとしているメソッドって こいつが呼び出この式で呼び出そうとしているメソッド、このテストメソッドというのはこれなので、まあ、スタティックメソッドですよね。スタティックで、仮想メソッドが絡むとかスタティックじゃないメソッドがどうだとかいう話が今の説明なんですけど、今はスタティックメソッドをやろうとしているので、まあ、とりあえずあの省きます。どうせこうそれができた後はやらなきゃいけないので、その時に、まあ、改めて確認するというふうにします。ということで、まあ、とりあえず確認はしましたけど、結局のところこのオペランドには、今これ、IL スパイは、具体的にちゃんとこのコールスタティックメソッドテストタイプというクラスの中のテストメソッドを呼び出すよっていうことであのポイントを示してあるんですけど、MSDN のこれを見る限り、メソッドデスクなる何かがここにあってそれを使わなきゃいけないみたいに読めますね。結局それはメソッド記述子と呼ばれてるものなんですけど、何なんでしょうね。ダイレクトには書いてないですね。C 言語の場合、例えばあの呼び出し先の関数を特定する場合は、単にシンボルをあのこの C シャープと同じようにシンボルを書いたりするんですけど、その他に、まあ、例えばですけどあの関数ポジターを扱ったりできるじゃないですか。で、まあ、関数ポインターって、その関数があるアドレスの値が、あの、ポインターになってるわけなんですけども、それ、まあ、要するに関数を識別できる値ってことですよね。で、C シャープというか .NET の場合も、その、こう、メンバーメソッドを、それぞれを固有に識別できる番号のようなものが、実は振られてるんですよ。それがあのメソッドデスクと呼ばれている、メソッド記述子と呼ばれているものに相当します。で、これトークンと呼ばれているんですけど、メタデータトークンって呼ばれているものの一つなんですけど、これね、ここから追ってってもね、説明が、書いてないかもしれないんですよね。なので、まずですね、今ちょうどあのデバッカーが例外をスローしたところで止まっているので、ちょっとここへ飛ぶとここですね。これに IL のバイトがあり、バイト0が今見たら探したら見つからなかったんですね。40
X で言うと 0x28 ですね。ですね、どうやって見たらいいかな。これそうですね、アザーウィンドウで C シャープインタラクティブを使うのは実は何を隠そう実は初めてなんですが、バーポップイコールポップポーズ、あ、ダメか、友人がないか、あ、書かないといけない、システムリフレクションエミットポップポーズの、コードですね。あ、こう。今ね、ちょっと、いつも使ってるキーボードを繋げてないんでね、ちょっとタイプミスが結構。これでいいかな。これで OP 見るといろんなことがわかるかな。オペランドタイプを見たいですね。オペランドとして何が取れるのかですね。ああ、ダメか。オプタイプイコールオプのオプタイプ、オペランドタイプと。コンソールライトラインとかやればいいのかな。ほんと全然知らないんですよ、実は。何を隠そう知らない。オプタイプってやればいいのかな。出ましたね。インラインメソッドってやつになるみたいですね、オペランドの形式が。じゃあ、まあ、そこまで分かったので、インラインメソッドね。もちろん、今までにこれはなかったですね、オペランドタイプで。インラインナンとかね、インラインアイとかやりましたけど、インラインメソッドはないですね。これを、オペランドタイプを、参照してみると、インラインメソッドありますね。これ見ると、ザ・オペランドイズ32ビット。メタデータトークンって書いてありますね。で、メタデータトークンが何者かはこの後やるんだけど、少なくとも32ビットの値がオペランドとして取れるということははっきりしましたね。32ビットの値ということは、つまり、インラインアイと同じってことですね。じゃあ、まず、その値を取り出すところをやりますよ。これ例によってね、同じなんですよね。このインライン i4 コンバーターと一緒なんですよね。この辺でもね、なんかちょっと S バイト同じだよねみたいなのがもやもやしたんですけど、なんか共通の規定クラスにするのはもうあとちょっと待ちましょうか。もうちょっと見たいですね。どんなバリエーションがあるのか。インラインメソッドコンバーター。で、イントですね。イントが得られます。で、ここ、インラインメソッド。で、実際取得する、オペランドのデータは、フェッチイント32を使って32ビットの値を取り出すと。いう感じで、まず、インラインメソッドコンバーターはこれでいいと。で、コール命令はもちろん今までやったことないので、コール命令用の、ソースファイルを1個作っておきますか。まあ、もうちょっとコピペばっかりですけど。じゃあ、コールコンバーターズとかにしておきましょうかね。コール命令もね、3命令あるんで、まあ、ここに次足すような感じでやっていきましょう。中身だけして、こいつを、コールコンバーターと。そして、今作ったインラインメソッドコンバーター。これを継承するように変えますと。で、ここが、オペコードはコールですね。になります。そして、インラインメソッドコンバーターは、イントの値、トークンを取りますね。メソッドトークン。みたいな感じにしますか。
これでいいよな。あ、エラー消えましたね。はい。で、どうしましょうね。これで、コールメールにぶち当たると、ここには来ますね。まあ、とりあえず、じゃあ動かしてみましょうか。どんな値が取れるのか。これですね。デバッグテスト。来ましたね。はい、来ました。そうすると、今、メタデータトークンとして、0x0600001D という値が来てるみたいですね。まあなんかやっぱり数字だけ見ても何のこっちゃみたいな。おそらくこの数字が呼び出す先のメソッドを表している固有のその ID というか数字なんでしょう。で、ここからいかにしてそのメソッドを特定するかっていうことですよね。難しいですね。でね、これはね、多分ね、MSDN のオフコードのあたりを、徘徊しても、その情報って多分書いてないんじゃないかな。直接的には書いてないような気がするんですよ。ないですよね、やっぱりね。で、ちょっと記憶があやふやなんですが、リフレクションにやっぱり、なんていうんです、このメソッドトークンから実際のメソッドを特定するための、メソッドみたいなのが、あった気がするんですよ。それですかね。それを、なんかかなりどう、本当に取れるんだろうかっていう一末の、難しいような、すいません。頭の中で考えていることは口に出して言わないといけない。例えばね、この、今、現在の、このコールコンバーターっていうクラスありますよね。これのタイプクラスってこういうふうにタイプオブを使えば取れます。取れます。そして、このタイプに、まあ、アセンブリっていうプロパティがあります。で、これやると、この、コールコンバータが定義されているアセンブリの情報が取れます。こんな感じかな。アセンブリ。はい、取れますね。で、ちょっとアセンブリだったか覚えてないけど、ちょっと、探索すると、あるかな、ここかな。マニフェスト、違いますね。ゲット、エクスポーテッドタイプ、ローテッドモジュール、マニフェスト、ほにゃほにゃ。やっぱここじゃないかな。これじゃないですね。ごめんなさい。アセンブリの下にモジュールというのがあり、その下にタイプがあるという構造なんですけど、モジュールだったかな？タイプのモジュールってやると、モジュールへの参照が得られます。モジュールは聞き慣れてない人がすごく多いような気がするんですが、かつてですね、ドットネット 1.0 が設計されたときに、まだその頃ってちょうど2000年超えたぐらいだったので、こうインターネット環境とか、やっぱり今みたいに高速じゃないんですよ。で、そういうところで、まあ、対抗馬が Java だったんですけど、Java は Java アプレットというのがあって、もう最近なんか Java アプレットも脆弱性まみれになって、無効化される流れになってますけど、あれに対抗するために、そのドットネットでプログラムを書いた場合、そのなんか必要となるアセンブリを全部ダウンロードしなくても、部分的に必要になったらその度にダウンロードできるみたいな機能をサポートしたんですね。
で、それは要するにアセンブリーっていう塊だとでかすぎる可能性があるので、なのでアセンブリーって実は複数のモジュールから構成できるんですよ。で、その複数のうちのその必要になったモジュールをこう必要になった時に、はい、あの初めてあのランタイム上で自動的に CLR があのインターネットからダウンロードしてくるみたいなことができたんですよ。今でも多分あのドットネットコアは廃止されたような気がするんですけど、あのドットネットフレームワークは今でも多分できそれができるはず誰もやってないですけどね。で、現状誰もその機能を使っていないので、どうなっているかというと、ワンアセンブリー、あ、普通私たちがアセンブリーという言葉を使うと、一つの DLL とか一つのエグゼファイルのことを指しますけど、ワンアセンブリーに N 個のモジュールっていうのはどういうふうになるかというと、例えばライブラリの場合1個の DLL ファイルがあって、そこのすぐ横に N 個のネットモジュールっていう拡張子のついたファイルが置かれるんですよ。で、それらのネットモジュールファイルがその N 個のモジュールに相当して、で、そこの中に細かくそのコンパイルされた中間言語というか、その IL の、 あのボディが格納されてるみたいに、要するになんかアセンブリー1個に対して N 個のモジュール、1個のモジュールの中に N 個の、型、あのクラスとかあのバリュータイプとかそういうのが含まれてるみたいな、そういう階層構造になってたんですよ。まあ、これが形骸化して現在ではそのワンアセンブリーイコールワンモジュールみたいな感じでもうやってるんですけど、あのかつてその考え出された方法としてはそういう、あのそういう理由があってこういう構造になってるんですね。で、なのであのリフレクションで今その情報を追うためには、なんかあのアセンブリーから追うためには、そのアセンブリーの中にあるそのモジュールの、そのモジュールの中にあるこの型のみたいな感じで追うんですが、タイプから追う場合、今これタイプありますけど、このタイプから追う場合、タイプドットモジュールっていうのがそのモジュールの情報を指しているので、で、これとモジュールで取れます。でね、なんでこのモジュールの話を今ずっとしていたかというと、このモジュールに確か、トークンの定義がなされているんですよ。これはメタデータトークン、どれだったかな、ゲットメソッド違いますね、ゲットタイプ、リゾルブフィールド、リゾルブメンバー、あ、リゾルブメソッド、あ、これかな、これ今こう見るとなんかイントメタデータトークンって書いてありますね。なんかこれのような気がしますね。これを呼び出す、そしてこいつの引数にそのトークン、メソッドトークン、引数で、あの引数でっていうかオペランドの値ですね、メソッドトークンを渡してやると、そのトークンに対応する、メソッドインフォが得られるみたいな流れじゃないかな、こういう感じで。まあ、もしちょっとここの部分をどうするかは、その IL2C として同時装するかっていうのはちょっとあのこの後すぐ考えるんですけど、とりあえず得られたものと仮定して、でこいつがまずですね、これ得られなかったとどうなのかな、ちょっとこいつリゾルブメソッド Enable to Service Request、 何かね、今ですね、まあいいや、リゾルブメソッドリフレクションとかでやるわかるかな、あ、出ましたね、これかな、はい、まあちょっとこれも2008ぐらいにしておきましょうか。で、まあオーバーロードがありますが、上の番号だけトークンだけ指定するバージョンで見ると、
引数としてメタデータトークンを渡します。あ、メタデータトークン that、identifies a method or constructor in the module ですね。で、リターンバリューとしてメソッドベース、あ、メソッドベースオブジェクト representing the method or constructor that is, is defined, identified by the specified metadata token。まあまあ、はい、そうです。で、エクセプションがメタデータトークン is not a token for a method or constructor in the scope of the current module or メタデータトークンにすればメソッドスペック whose signature contains element type bar a type parameter of a generic type or m bar a type parameter of a generic method。さっきオーバーロードがもう一個あったんですけども、ジェネリックメソッドの取り出しをするときにあの型が与えられてないといけないみたいですね。あのオーバーロードで。まあ、今回は、それやらないので、上のメタデータトークンの一個、メタデータトークンを指定するバージョンで、引きます。その場合、アーギュメントエクセプションが発生する可能性があるとすると、指定されたメタデータトークンが指している値が違う、なんか変な場合ってことですね。で、あと、アーギュメントアウトオブレンジは、メタデータトークン is not a valid token in the scope of the current module。まあ、こっちも一緒ですね。何を言っているかというと、なんか、IL 上にデタラメなトークンがやってきた場合は、なんかそれをインバリッドプログラムシーケンスエクセプションにしたいなと思っているので、なので、こいつをキャッチして変換すればいいのかなという感じですね。リマークはまあ、そのジェネリックメソッドの話をしていると思うので、まあ多分関係ないですね。まあ、なんか細かいパターンの話はしてありますけど、この辺も全部ジェネリックメソッドの話ですね。はい。なんとなく、こんな説明あったんだみたいに、今ちょっと、そうなのみたいな感じで見てるんですけど、まあ、ちょっと、今回のとは関係ないんで、飛ばしますね。はい。ということは、これを、これやると、例外が発生するかもしれないので、ちょっとこれをこのまま全部この中に入れます。で、ここがアーギュメントエクセプションみたいな感じで、そしたらインバリッドプログラムシーケンスエクセプションで、インバリッドメソッドトークンイコールみたいな、インデックスとかもあった方がいいかもしれないですね。まあ、とりあえずメソッドトークンをここに、出力するみたいな、間違えました、メソッドトークンを、出力するという感じですね。あれもやっとくか。じゃあ IL バリッドオフセットイコール0でトークンが1の x2 とかにしようますかね。でこれはコンテキストの IL バイトインデックス、あ、そうでした、インデックスって名前でした。よいしょと、こんな感じかな。あ、これ内包する例外を渡す口が今例外ないですね。まあ、今後付け足した方がいいかなと思いつつ、今は潰しておきます。はい。で、メソッドが、メソッドの情報が得られたとします。そうするとですね、どうなるかというと、ここですね、ソースコードの出力のところなんですけど、
まず、戻りとしてスタックにプッシュしなければならないのは何かな。ああ、そうか。あれですね。まず、その呼び出すメソッドの引数の数に応じて、スタックをポップしなければならないですね。ああ、結構複雑ですね。それは、まず、じゃあ、パラメータズっていう感じで、メソッドからその情報を引き出しておきましょうか。ゲットメソッド、ゲットパラメータズ。うん。で、パラメータに応じて、ポップしなければならない、その順序はどうかというと、これソースコード上では、引数が1カマ2っていう風に指定して呼び出してるんですね。で、その順でスタックに積まれてるんですけど、スタックなので、ポップする順序って逆順ですよね。だから、ポップ、スタック、ポップ、スタックってやると、2が取れて1が取れるみたいな感じですよね。それはつまり、メソッドの定義からいくと、後ろが取れてから、前の方へ取れていくという流れですね。これ間違えると逆順になってしまうので、そうですね、ポップスタックするんですよね。どうしようかな。パラ、まあリンクでちゃちゃっと書きますかね。ポップスタック。パラメーターズの、セレクト。いいか、セレクト。で、これ使わない。使わない値でポップスタックします。でもこれだと逆順になっているので、ちょっとドットの位置が、こうリバースでひっくり返してトゥアレイとかにしておきますか。はい、そうすると、引数の並びと同じように並んだ、SI、なんだっけな、パラメータの、じゃない、スタックの情報、スタックインフォメーションが取れます。それからですね、それ取れた後、今度要するにコールの呼び出しが成功して戻ってきたときに、リターンされた値、がスタックに積まれないといけないんですね。それはここのプッシュスタックで呼ぶんだけど、今これタイプオブロングって書いてあるじゃないですか。これだと固定的になんかロングの値が返ってくるみたいなことになってしまうんで、これをまたそのメソッドのメソッド定義に合わせて指定してやる必要がありますね。具体的にはメソッドの、メソッドのデクレアリングタイプ？あ、そうか。ああ、そうか、そうですね。ですね。リゾルブメソッドって、なんだ。あ、そうそうそう。前回、IL2CExe を、デモ用に改造したじゃないですか。それってコマンドラインの引数にその DLL、アセンブリへのパスを書いておくと、そいつをロードして、その中を総なめして、で、メソッドを抽出して、で、それぞれについて IL2C のコアのコンバータークラスにかけるみたいな、そういうコードを書いたんですね。そこら辺リンクでガチャってやったんですけど、その時に、メソッドインフォを扱ってたんですよね。で、メソッドインフォってメソッドを指しているもの、メソッドの情報を指している情報で、まあ別にいいんですけど、この今見てるこのリゾルブメソッドは、メソッドインフォではなくてメソッドベースを介してるんですよ。で、このメソッドベースで何かというと、メソッドインフォはメソッドベースを継承してるんですね。で、じゃあ、メソッドインフォにキャストすればいいのみたいな話なんだけど、実はもう一つあって、それはコンストラクターインフォってやつなんですよ。で、名前の通り、コンストラクターの情報を、
持ってる、そういうクラスなんですね。これらが両方ともメソッドベースから継承している。でコンストラクターって戻り値はないじゃないですか。コンストラクターが戻り値がないんじゃなくて、ニューに戻り値はありますけど、コンストラクターには戻り値はないので、それらの継承元のこのメソッドベースには戻り値の定義がないんですよ。今ちょっとそれを探そうとしたんですけど、でどうするかというとですね、どうするかというとこうするんです。メソッドインフォに、無理やりキャストします。はい、インかみたいな。これがいいのかどうかは、この探そうとしているメソッドトークンがコンストラクターを指しているのかメソッドを指しているかによって違いますよね。で、今我々がやろうとしているこのコールコンバーターで、コンストラクターを指している可能性があるかと言われるとあります。あるんですよ。で、真面目にやろうと思ったらここちゃんと、メソッドインフォなのかコンストラクターインフォなのかを判別して、でうまくいくようにしなければいけないんですけど、とりあえず今やろうとしているのは明確なコンストラクターの呼び出しではなくって、明確なメソッドの呼び出しに相当しているので、なのでまあここはハードコーディングでこういうふうに一旦キャストします。後々コンストラクターを呼び出せるようにするためになんかこれ対応しなきゃいけないはずですけど、今はもうとりあえずメソッドインフォに無理やりキャストして先に進みます。でキャストされていれば、このメソッドインフォの中から、もうすぐ出ましたけどリターンタイプですね、これを渡して、要するに戻り値の型でプッシュするっていうふうにしてやれば目的が達成できるということですね。嘘が混じってるんですけどね。これあれじゃないですか、プッシュスタックって指定してはいけない型がありましたよね。ブール、それからバイト、S バイト、ショート、U ショートは要するにイント32のサイズ未満になってしまうので、ここに指定してはまずいですね。なのでここはこの型を判定して、場合分けする必要がありますね。前やったのが、そこから持っていきますか。どれだったかな、ロードアームとか、ロードロックとかかな。の、アプライでやったかな。あ、これですね。バイト、S バイト、ショート、U ショートの時は、ターゲットタイプを無理やりイントにするみたいなコードですね。はい、これをちょっと持ってきます。この辺でいいかな。ターゲットタイプイコール、これは今、リターンタイプが標準になるんだけども、こいつが、これらの型だったら強制的にイントに強制して、で、それをスタックにするという流れですね。はい。で、これあれですね。とは言っても、いいのかな、スタックに積んであるのは、うん、そうですね。いいか、別にいいか。はい。ちょっとこのまま進みます。で、ここソースコードがどうなるかというと、まず、これは C のソースなんで関数名が来ますよね。それから関数の引数がこんな感じで定義される。で、引数はカンマで区切って指定するじゃないですか、呼び出し内容を。なのでそれを組み立てる必要があります。それどうやって組み立てるかというと、先ほどのリンクのこれですね、これで必要なシンボルの情報はここに全てあるので、なのでここでストリング
ストリングジョイン。で、カンマで区切りながら、少しかな。カンマで区切りながら、さっきのこの情報をセレクトで、SI が、シンボルネームと。こういう感じですかね。そうすると、ここが、もし、イント3人以上の値で、なおかつ、その、この引数ですね。引数に定義されている方が、イント16とか、イント8とか、場合によってはブールとかだと、このまま渡すとまずいので、ここでまたその変換をしないといけないんですね。そろそろなんか、その辺の変換を共通でやるための条件みたいなものはなんとなく見えてきましたね。ブールとバイト、S バイト、ショート、U ショートと、そのイント3人との相互変換を自動的にやるような、そういう UTT メソッドを作っといて、そいつを呼び出すようにすれば、このあたりはなんとなく、一箇所で、変換させれるようになるんじゃないかなっていう、なんかそんな見通しができてきましたね。とりあえずこれでなんかシンボルをそこに置くようなこうメソッドというか関数ですね、関数の呼び出しっていうのはこれで実現する感じですね。でこれあれですね、リザルトネームは、イコールさで、そうか、こんな感じですね。で、問題はここだ。これはあれじゃないですか、その、戻り値がある場合に、その戻り値を代入する先として、リザルトネームが必要だ。で、そこへのイコールっていう表現にしないといけないですね。だからこうなると。うん、これを書いてて、ボイドをやるのを忘れてますね、そういえば。これは早めにやった方がいいな。なるほどね。ボイドの場合は、代入先ないので、きっと、こんな感じになりますよね。呼び出し方法としては。なんで、それは場合分けしないといけないですね。あと、リターンも、今、定義されている、そのメソッドの、メソッドの戻り値の方が、ボイドの場合は、リターンの時に、リターン何々っていう引数が付けられないので、単にリターンで終わらせるみたいな風にしないといけないですね。そこも、抜けてますね。それもやらなければいけないと。で、この1、つまり関数名なんですけど、これどうやって付けるのみたいな話なんですが、メソッドの情報がここにあれば、要するに簡単に言うとこういうことですね。メソッドの名前を出せばいい。で、ここで問題になるのが、この間のそのツール対応のために、メソッド名は、もうちょっと厳密な名前にしましょうかって言って変形しました。変更しました。それは、コンバーターの、これですね、これ。まず、フルネームをドットで区切った、こういう3つの要素から関数名を作ると。で、それは、名前空間と、それから、型の名前と、それからメソッドの名前ですね。それがドットで区切られていると。でも、ドットで区切ったシンボル名って C の世界では許されないので、どうするかというと、リプレースで単純にドットをアンダースコアに置き換える。で、それをメソッド名とする。関数名ですね。関数名とするという流れにしましたね。これをちょっと習ってみましょうか。これ、習うっていうことは、これもなんとなく UTT メソッドに移動した方がいいような気がしますね。で、ここでやっておきましょうか。まず、フルの名前を得ます。で、タイプとも、メソッドは幸いになるから上にあります。まあ、これがどこから来るのかっていうのは後で考え直さなければいけないんですが、あるので、そこからフルネームを作ります。そして、C の関数名として完成させるには、そのドットをアンダースコアに置き換える必要があります。これなんで二段構えでやってるかというと、
名前空間の中がドットで区切られている可能性があるからですね。だからこれはこのフォーマットではドットは2つに見えるけど、実際には N 個になる可能性があるので、まあ、全部一括でアンダースコアに置き換えてるということです。ファンクションネームみたいにします。それはわかりにくいですね。メソッドネームちょっとお借りしておきますか。メソッドネームを、アンダースコアで置き換えたものということですね。で、これをここに出すとですね、そうすると対象の、関数名がその、フリークオリファイド、つまり名前空間からメソッド名までをくっつけた完全に1位に識別できる名前として出力されると。ああ、これで呼び出しができましたね。ちょっとボイドの関数の呼び出しができてもないんですけど、まあ一応こんな流れとしてはこんな感じですね。で、最大の問題がここです。この今これ明示的にソースコード上でタイプオブで片目書いてるからタイプが入手できているけども、実際にはそうではないですね。どっからどうやってこの情報を取ってくるのかですよね。今手元にないですね。レコードコンバーターにもないですね。対象としている タイプが、まあ、あるいはモジュールでもいいかもしれないですけど、それがないので多分レコードコンテキストになんかこのモジュールとかを弾けるようにするような感じで追加するかですね。ちょっとどうやってやったらいいか今パッとアイディアとしてはないんですけども、まあちょっと長くなったので今回はここまでにしますが、課題としてはこのメソッドトークンですね、まあ一応取れてるはず、これで取れてるはずで、そこから弾けてるはずなんだけども、そもそものこのモジュールとタイプをどこから入手するかっていうのを、この後考えると。でそれができれば全体としてはコールコンバーターは仮にですけど対応がいくつか抜けてますけど仮に一応できているので、あとはなんかこれ走らせればそのままなんかちゃんとしたソースコードが生成されるっていうことになるんじゃないかなって気がします。ただし、我々は、ここで、この呼び出し先のメソッド、今この得られたメソッドトークンで指定されたメソッド自体をどうすべきかっていうのはまだ何も考えてないんですよね。つまりですね、このメソッドトークンで指定された値って、何かっていうと、このメソッドなんですよね。このメソッドは変換しなくていいの？ C 言語にみたいな。そういう話なんですよ。で、もし変換する必要があると思ったとすると。で、そうすると、じゃあこのメソッドがもし、これない、今はないですけど、このメソッドが仮にまた別のメソッドを呼び出していたらどうするのか。それじゃあ再帰的に探索しながら、メソッドを全部その C に置き換えなきゃいけないと。まあ、それも方法としては、ありだと思うんですけども、そうするとあれですよね、なんか一つの C のソースコードの中にものすごい大量のC のソースが出力されちゃいますよね。今対応するそのソースコードって1個だけ出力先を指定しているので、そこに向かって全部出力されるんですよ。でしかも例えばこのメソッドの中で今やってないですけど、例えば文字列を扱ってて文字列の長さを取得するためにストリングレングスとかプロパティを参照しようとするじゃないですか。で、プロパティってメソッドなんで、メソッドのシノニムになるので、それってメソッド呼び出しなんですよね、内部的にはね。ゲッターの呼び出しになっている。じゃあ、それで、じゃあメソッド呼び出しだから、じゃあ、メソッド、その先にあるメソッドも探索しなきゃねえって言って探索しようと思うと、それ MS コアリブに定義されてるわけですよね。その中から、なんか参照しているインターナルな、なんかメンバーとかも全部根こそぎ、C のソースコードに変換されていく流れになるわけですよ。
で、それ一体いつ終わるの、どこで終わりとみなすのみたいな話とかあるわけですよ。だから他っとくと、ひょっとするとですけど、ひょっとすると、なんか、MS コアリブのものすごい大量のソースコードが一度に、C のあのファイルの中に全部変換された形でゴーンって入ってしまうので、それは明らかになんか僕らが想定していることと違いますよね。じゃあ、どういう風になるのが、望ましいのかっていうのを考える必要がある。っていうところがなんか大きな課題になるかなと思っています。はい。というわけで、今回ですね、バリュータイプの対応を始めましたけども、新たな新天地というか今まで考えてたのとはまたちょっと味が違いますけども、考えなきゃいけないことが出てきたみたいな感じで、また次回、よろしくお願いします。ありがとうございました。